身長ビヨン石井学科学生成績が専門医身長先生こと田辺です。今日もですね、全身全霊でね、身長に関すること配信していきたいと思います。身長を増した人はチャンネル登録よろしくお願いします。さて本日ですね、スペシャルゲストよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでですね、まあ、80万人の TikTok フォロワーがいらっしゃるということで、称号ボスさんの方に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと簡単ですけど自己紹介お願いしてもよろしいですか。はい、簡単に言うとサッカーのコーチをしてます。で、動画とかを、まあ、インフルエンサーみたいな形でいろんな学生と、はい、関わったりして活動してます。はい、ということでですね、まあ、実は身長が162センチということで、まあね、サッカーをやるにはもう少し高ければってことで、翔吾、はい、まあ、さん自身もね、かなり身長に悩まれたというふうにお聞きしたんですけど、はい、間違いございませんでしょうか。もうめちゃくちゃ悩みました。はい、ということで、まあね、もし翔吾さんも小さい時に私、まあ、いないんですけどその時は、はい、いたらもしかしたら受けたかったかもしれない、なんか成長ホルモン治療についていろいろ聞いてみたいっていうふうにお聞きしたんですけど、はい、聞いてみたいことなんかありますか。そもそもその身長のを伸ばすっていうその委員があること自体が最近まで知らなかったです。そうですよね。でその中で成長ホルモンっていう結構えっていうような言葉があって、これなんだろうっていうので聞きたいなっていうことが、はい、そうですね。私はね、まあ、複数回動画の方で出してますので、まあ、見たことある方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ、一言で言うと成長ホルモン治療っていうのを受けると身長っていうのは上乗せできますってことなんですけど、まあね、ちょっとなんか質問があればぜひ聞いてみたいんですけど、どんな質問がありますか。成長ホルモンっていうのは注射なんですか。はい、そうですね。まずはですね、一つ目は注射になります。で、毎日自己注射になります。病院には来なくてよくて、はい、自分たちでやるんですけど、はい、自分で注射を打つってことですか。はい、そうです。陰性注射みたいなやつでこう打つだけなんですけど、はい、そういったような注射で打っていきます。なるほど、誰でもできる感じなんですか。そうですね、まあ、当たり前なんですけど、まあ、その年齢によっちゃうっていうところで、やっぱ一応私は5歳から15歳まで治療を受けてるんですけども、はい、5歳のことがやっぱりただ自分じゃできないですね。はい、自分でできるのが大体10歳ぐらいからかなってところで、まあ、いわゆるまあ5歳から9歳ぐらいまではお父さんお母さんたちが寝るときにこうお尻に打つというか、はい、そういったケースが多いですね。ああ、なるほど。もうどんどん疑問ぶつけていいですか。もちろん。成長ホルモンっていうのは大体多分その身長の悩んでる方が、うん、先生のところ来ると思うんですけど、はい、例えば中学校3年生ぐらいになってから、うん、やばいなと思って伸ばしに来る人って結構いると思うんですけど、うん、その成長ホルモンはやっぱり早ければ早いほど効果があるっていうことですか。おっしゃる通りで、私は初心年齢が15歳0ヶ月未満じゃないと見ませんっていうふうに実は言ってるんですね。で、これもともとは18歳まで見てた時期もあったんですけど、おっしゃる通りで世の中で身長について大体悩み始めるのが多いのが、大体16歳とか17歳とかそれこそ18歳とかに、いわゆるまあちょっと春季を迎えて好きな女の子とかできたりとかして、で、周りは高いのに自分だけもう伸びてなくてどうしようみたいなところでいらっしゃるケースが多いんだけど、正直言うとその時だともう遅いんですよね。で、やっぱりもっと早い段階来てもらわなくちゃいけないってことで、今はもう15歳0ヶ月未満じゃったら見ませんっていう風にして、まあ、かなり厳しく見積もってます。で、さらにですけども、一応ですね、男子であれば14歳、女子であれば13歳未満に、特に受けることを推奨してます。で、うん、細かくさらに言うと、やっぱり早ければ早いほどいいです、簡単に言うと。早ければ早いほどいいっていうのも、例えば5歳とか6歳とか、それぐらいでもやればもっと効果が出る。そうですね、ちょっとここ実際のデータをちょっと一切見せていきたいと思いますので、ちょっと実際のデータ見ていきましょう。はい、ということですね、実際の、ね、データをちょっと翔さんにお見せしたいなと思います、はい、よろしいでしょうか、はい、ということで、こんな感じで実は私の方で実は当院のデータが集まってますということで、これ皆さんにお見せしたいんですけど、やっぱり個人情報の問題がありますので、まあ、クローズの場では、まあ、いわゆるその実際に受診していただいた方には説明しているので、それは院内で見せますよというふうに、患者さんも同意を得てますので、そこは失敗しないです。ただ YouTube で直接お見せできないのでぜひリアクションを楽しんでいただければと思いますので、はい、例えばですけど、この子は、4歳と11ヶ月から始めてるんですよね。はい、でこの子とかだと元々158ぐらいのペースだったのが、はい、これが9ヶ月受けただけで165ぐらいのペースいってるんですよね。で9ヶ月でこんなに変わってるってことですね。例えばこのお子さんなんかはこれ5歳0ヶ月から受けていただいて、女の子ですけど154ぐらいのペースだった子が最終的に163ぐらいのペースまでいってますね。でこの子も6ヶ月で160のペースが165のペースってことで半年間変わってるってことで、まあ、こういうふうに若い時はむちゃくちゃシフトですね、こうやって。どうですかこのシフトの具合。これ単純な疑問なんですけど、5歳とか6歳でも身長が低かったら予想身長は一般的に低いっていうことなんですか。おっしゃる通りですね。最終身長っていうのは現在の身長、過去の身長、レントゲン検査、思春期症状、両親の身長と採血検査ってことで、6個の項目
計測していくんですけども、はい、まあ、基本的にはやっぱ一番初めの現在の身長、これが最終的に一番大きく影響していてて、うん、私は今まで経験上なんですけど、やっぱもう5歳の時点でもうその人の骨格フレームが決まるときにお話してますので、うん、やっぱその時点で低ければ最終的にも基本的に低いというふうに考えていただいていいと思います、うん、で、まあ、これこういうふうにこう大幅にこう変更数がこういうふうに、やっぱ5歳とか、まあ、10歳ぐらいでこういうふうにめちゃくちゃ改善するんですね、ただこれやっぱり年齢が上がってくると少しそういう幅はやっぱり小さくなることが多いですね、はい、でももうこうなったらですよ、はい、あのとにかく早く気づいて早くそのまあ治療というかそれ伸ばすところに力を入れた方がいいっていうことですよね、とにかく早く、そうですね、まあ変な話ですけど、どうですかサッカーって何歳から練習した方がいいんですか、まあ、私は小学校1年生からですけど、最近はもうどんどん早くなってますよね、まあ、おそらくそれともそう私一緒かなと思ってて、やっぱりサッカーも変な話、高校生からやったらちょっと遅いですね、はい、多分、はい、やっぱり中学生からでも上手くなったらちょっと遅いかもしれない、やっぱり小学生からとかということで、はい、やっぱり身長も同じで、やっぱ基本的に早ければ早くていいっていうふうにご理解いただければと思います、うん、で一応私は一応5歳を目安としてます、でなんで5歳なのってことなんだけど、3歳とか2歳とか1歳でも別に構わないんですけども、うん、まあ、いわゆる採血しないと、私もコメント出せなくて、大体5歳がね、私の感覚的にはスムーズに採血ができるのは大体半分半分なんですね、うん、で、あの運営上の問題とかいろんなこと考えて、まあ、5歳0ヶ月からっていうところになってます、うん、あとはまあ私のその専門っていうのも、まあ5歳未満に関してとは小児科すでにバトンタッチしようかなというか、はい、私はそのタッチしないようにしようかなと思って、はい、私の専門は一応5歳から15歳ってことで、うん、あのただそれを早くからやっぱりあのなんかいろんなことを考えると大事だなと思います、ただ私はちょっとそこを専門外として受けてはないんですけども、はい、まあ、重要だと思いますよね、あで、あの変な話なんですけど、そういうふうにまず予測を立てちゃうっていうのはすごく大事だと思ってて、うん、あの結局5歳の時点ですごく身長高くなるようであれば何もしなくていいねってことで逆にハッピーで終わりでいいと思うし、うん、まあ、それで低くなるよってことであればその時点でそこから考えればいいですし、うん、まあ、ただやっぱりその変な話、やっぱ15歳とか16歳とか、うん、このね、決着決まってから、うん、いわゆるそのね、翔吾さんも同じだと思うんですけど、はい、大人になってから今更、うん、もう今からうまくないと無理だろうってあると思うんですよ、うん、それと同じやっぱりその早い段階でご相談いただいた方が、はい、私もご提案できる内容がたくさんあるので、そこはいいと思いますね、5歳で例えば他の子たちよりもだいぶ大きかったら、はい、先生はやる必要ないよっていう風に判断するってことですか、あ、そうですね、あのそこで、まあ、そのそれだけじゃなくてさっきお伝えした6個の項目で最終値を予測するんで、あ、まあ、6個の項目で総合的に判断するんですけど、はい、基本的にそうですね、あ、特にそれ小さい子に関してはそうですね、で小さい頃に身長が高いけれども最終的に身長低くなるケース、うん、これは多くのパターンとしてはご両親の身長低いケースが多いです、うん、その時は、グラフの形状がこういうふうになだれ落ちるんですけど、こういうグラフを形成するんですよ、うん、なので遺伝身長が低いのに今身長が高くて、グラフが例えば5歳6歳7歳といった時こういうふうなグラフを形成してたら、うん、それこうこういうふうに落ちますね、なのでそういうことに関しては、まあ、何センチになるよというふうにお伝えして、はいはい、それに対してどうするかとかそういったことも話していきますね、なるほど、これちょっと聞いていいか分かんないんですけど、成長ホルモンって多分普通に一般の人に成長ホルモンあるよって聞いたら、うん、いくらぐらいするのっていうのは多分一番の疑問だと思うんですけど、うんうん、そうですよね、そこがざっくりっていうかどういう相場なんですか、ですね、今一番体重が軽い子で1年間で200万円ぐらい、うん、で一番体重が重い子は大体年間500万ぐらい、なるほど、うん、っていうところで、まあ、200万が500万でかなりレンジがあるんですけども、はい、まあ、例えばですけど、まあ、40キロとかだともうですね、もう年間500万がかかっちゃいますね、うんうんうん、でも私いつも友達に今になってよく飲み会で話すんですけど、はい、1センチいくらで買うみたいなするんですよ、はい、300万で買うとか言われたらもう絶対ローン組んでも買うよって言ってるぐらいなんで全然今聞いたらそんなにあれですけどね、そうです、まあ本当にそれは本当に患者さん人によってそのやっぱり1センチの価値っていうのが、まあ、私は大きく違うかなと思ってて、ね、私ね、診察の中で結構一番大事にしてる時間は、うん、なぜあなたは身長を伸ばしたいですかって質問、はい、この質問はかなり時間を取って質問します、うん、するようにしてます、というのも結局そこの問いが一番本質だと思ってて、うんうん、まあ、人によっては1センチに対して極端に1億円払っても1センチ高くしたいって人もいれば、うん、はい、絶対に1億円もらいたいって人もいると思うんですよ、だからそう、本当に人によると思うんですよね、で例えば180センチの人って人に対しての180から181の意味と、うん、はいはい、160の人にとって160が161の意味も違うと思うし、はい、本当に人それぞれその1センチの価値が大きく異なるので、はい、なぜ身長を伸ばしたいかというところの、はい、その理由を明確にする必要がありますと、で、まあ、それが明確になってくると、まあ、さっきお伝えした例えば何百万円という費用を、うん、あ、高いというふうに言えるのか、うん、いやこれは安いというふうに言えるのかというのが決まってくるところで、うん、そこは私が決めることじゃないと思ってので、まあ、皆さんにです、ね、なぜ身長伸ばしたいですかって質問をぜひさせていただいてます、ね、なるほど、うん、いや素晴らしい先生だわ、いやいやいや、そうなんですけども、うん、まあ、実際に、はい、その成長ホルモンってどれぐらい伸びるんですかって、まあ、端的に聞いてくる人って結構いると思うんですけど、はい、うん、そういう時は どういうお答えしてるんですか、そうですね、まあ、ちょっとそこういった
データとか例えば見ていくと、例えばこの人は11歳と1ヶ月から受けていたんです。この子は 164.5 だったペースが170ってことで、プラス5センチぐらい、5、6センチぐらいかな、上乗せしてます。これが15ヶ月で、まあ、5、6センチぐらい上乗せできてるねって説明ですね。このお子さんなんか、これは早熟の例なので、成長ホルモンだけじゃなくて、他の治療、思春期オクラスロクシンも併用しています。で、この子は11歳と1ヶ月から始めてて、2年間受けて、まあ、最大で見ると9センチぐらい。アベレージ取ると5センチぐらいかなってところで、まあ、ざっくりなんですけども、プラス3ぐらいできますね、この話してます。で、最大10センチぐらいの改善。そんな風にお伝えしてます。で、その中で、まあ、大体なんですけど、まあ、平均データ取るとなんですけど、2年間治療を受けていただくと、まあ、6センチちょっとぐらい上乗せできるっていうデータが取れてます、ね。めちゃくちゃいいじゃないですか。はい。ので、まあ、例えば先ほどまあ数百万の話したんですけども、はい、それかける2年間かかっちゃいますね。なるほど。で、そうすると大体アベレージで6センチちょっとぐらい。なので、将来165になるよと言われた子が、治療2年間頑張って171とか2ぐらい。うん、それ以外がなれるというのが、いわゆるアベレージですね。だからそこからもっと良くなる子もいれば、残念、そこまで治療反応しない子もいるってことで、そこはまあ難しいんですけど、まあ最低3センチぐらいいきますね。結構注射って副作用とか、はい、まあそういうのも心配される方多いと思うんですけど、はい、その辺は、どうなんですか。そうですね、まあ、もちろん、ね、私お医者さんという立場から、まあ、その副作用がありませんというふうに皆さんお伝えすることはまあやっぱないんですね。やっぱりそう、まあ、その中でもなんですけど、まあ、一言で言うと実は副作用って一例も起きたことないですと、うん、いうところで、まあ、基本的にまず安全だというふうに考えていただいていいかなというふうに思います。でただ、まあ副作用もただ2つ目線があるんですね。1つがまあ短期的な目線、いわゆる注射治療中に問題があるかどうかということ で、これに関してはもう私相当人数やってて、全然誰も問題起きてないので、まあ、まず問題ないでしょう、ね、ほぼ言い切れるかなというふうに思います、はい。ただ一方でいわゆる大人になった時大丈夫ですかとかですね、まあ、そのいわゆる子供に受けた時の影響が大人になってなんか何かしら発現するんじゃないかっていう質問なんですけど、まあ、これに関しては今までの論文上だと、まあ、基本的にそんなに問題ないっていうふうな説明でいいと思うんですね。ただし今その 100% 安全かというふうではそこはまあ一応わからないと答えるしかないかなってところで、まあ、おおむね安全でしょうというね見解がまあ正しいかなというふうに思います。まあ、例えばタイトルにもありますけど、まあ、メッシー選手とかね、彼なんかも成長ホルモン治療を、ね、受けたというふうに言われてますけども、まあ、彼なんかはまあその今別にもちろん何もないわけで、まあ、基本基本的にはそんなにあの大きな問題があるっていう報告はないかなというふうに思いますね。うん、話飛んじゃうんですけど、はい、さっきあの成長ホルモン治療で、まあ、15歳0ヶ月まで先生が受付してるって言ってたと思うんですけど、はい、例えば10歳0ヶ月の時に成長ホルモンを受けましたっていう効果と、はい、まあ、もちろんその15歳0ヶ月で成長ホルモンを受けましたって言った時の費用も違えば効果も違うってことですか。それは雲泥の差だと思ってください。15歳0ヶ月は本当に厳しいです、正直。例えばなんですけど、10歳ぐらい最大10センチ変わります。ただ15歳までけど最大変えられて5センチですね、私の感覚的には。やっぱりじゃあ早ければ早いほど費用も安いし、はい、まあ、効果も出るっていうこと、おっしゃる通りです。まあ、一番私おすすめしたのは5から10歳ですね、が一番おすすめですねという話を。そうするとさっき見てたグラフがブワーンって移動するので、はい、ものすごく効果高いですね。私もその身長が低いからこう思うのかも分かんないんですけど、はい、これ親が例えば身長が低くて、うん、自分が遺伝的に例えば160代だなってなったらみんなやった方が良くないですか。いやそこはまあ難しいところですね。まあ、私はそのすごく大事にしてることとしては、はいはい、私はもちろん、まあ、院長であるってことは、まあ、社長でもあるので、はい、まあ、この国の経営をしてるっていう経営者でもあるんですけど、はい、やっぱお医者さんという側面もあって、はい、私ね一切営業しないって決めてるんですね。なのであの基本的にはまずそういった私からやった方がいいよとかそういうことは一切言わないようにして、はい、それもやっぱりなぜあなたが伸ばしたいかっていうところがすごく大事で、はい、やっぱそこがやっぱり明確な人に関してはやっぱりやったらいいと思うし、はい、だそれは身長によるわけじゃなくて、はい、その人の思いが大事だと思ってますね。なるほど。多分ね先生が身長160だったらみんなに営業してると思う。そうですかね。はい、やっぱりけどそこはやっぱり皆さんお伝えしたいのはやっぱり160センチやって幸せになることができるし、うん、結局180センチだから必ず幸せになるわけじゃないし、うん、やっぱり身長だけが全てじゃないんですよ。だから完全に私よくこんな話してますね。あのお母さんもし悩まれてたんだったら、うん、そしてやらなくていいです。私よく言ってますね。やっぱそこが明確にもう何が何でも伸ばしたいっていう気持ち、それが大事だというふうにお話していますし、うん、例えば500万円って金額ですね、はい、もちろん世界中から宇宙年のお金持ちの方いらっしゃるので、うん、本当に500万円なんかポーンと払う人もいるんですけども、はい、だけどやっぱり500万円非常に高額ですので、うん、もしその500
行く前に他のことに使ってあげた方が子供が幸せになるんだったら、うん、そっちに使った方がいいんじゃないですかって話して、うん、例えば留学にね使っていろんな知識とか経験に変えるのもいいですし、うん、それは自分のお子さんにとってその500万円の使い道で一番いいことに使ってください。ただそれが最も価値が高いのが真鍮であれば、それであればぜひやったらいいですよと説明します。というのもやっぱり先ほどですね、副作用ゼロ、ね、今まで一人も起きてないんですけども、うん、これからもずっと副作用がゼロであり続けるでしょうか、どこにもないですね、うん、やっぱそこはやっぱりお医者さんとしてやっぱりそのバランス感覚ですね、うん、常にそこが大事だなと思ってて、例えば最近だと美容整形、私も美容整形しまくってますけど、はい、美容整形とかもすごくまあいいですよね、やっぱり気持ちが明るくなって、うん、まあ、これ身長治療と似てると思うんですよ、うん、病気じゃないんだけどそういうふうなことをやってコンプレックスを解消して豊かな人生を送るってことで、基本的に私も美容整形賛成派です、どっちかというとね、うん、いいなと思ってるんですけど、はい、ただけどやっぱりあれも闇雲にやるべきじゃないと思ってですね、うん、だから全員がね鼻高ければいいとか、うん、全員が二重になった方がいいとか、それやっぱり私はちょっとね、そのお医者さんとしてはやっぱり良くないと思ってて、やっぱそこに対してそういうふうに皆さんどんな思いがあるのか、やっぱコンプレックスであればやったらいいですし、うん、まあ、そうでなければやらなくてもいいしってところで、やっぱりその、まあ、光と影じゃないですけども、まあ、今のところ成長ホルモン治療なんかもけど、複数起きてないですよ、起きてないんだけども、例えば鼻整形やってさ苦労した人とかさ、包茎を受けたらさ感染しちゃってなんかさ大変だった人とか、うん、そういう人もたくさんいらっしゃるんですよね、はい、そういった意味だとやっぱりそのむやみにやるべきではなくて、やっぱりその何が何でも身長伸ばしたいという気持ち、うん、それがすごく大事だというふうにお話してますね。あ、なるほど。その成長ホルモン治療っていうのはさっきあの自宅で、はい、あのご自身でやるっていう話だったんですけど、はい、じゃあ通院はその度にするっていうわけじゃなくて1ヶ月に1回とか、ね、3ヶ月に1回ですね。あ、3ヶ月に1回でいいんですか。特に海外からの方もいらっしゃるので、そういう方だと例えば夏と冬、年末年始だけ帰ってくるって方も多いので、うん、そうすると夏休みの初めに来て夏休みの終わりに来る、例えば7月の1日に来て8月の30日に来て、うん、12月の1日に来て1月の15日に来るみたいな、うん、こういう風にしてこうなんか微妙な4回目だったりとかしてやるケースもあります。ただまあ基本は一応3ヶ月に1回のペースで来ていただきます、ね、なるほど。それでまあその成長曲線を見てっていうか、そうですね。あと成長ホルモンって結構そのドーピングなんじゃないかみたいな話とか、はい、うん、まあ、ドーピングに引っかかるだとかそういう話ってあると思うんですけど、うん、その辺は先生ご存知ですか。はい、でそれに関してまず結論はドーピングに該当しますというふうにご理解いただいた方がいいします。はい、でまあ基本的にはまあちょっと変な話なんですけど、私実はですねこっそりとじゃないですけど皆さんにですね、プロのスポーツ選手になりたいかどうか聞くんですね、うん、カウンセリングで。一応でプロのスポーツ選手になりたいというふうに言った方に関しては、実は成長ホルモン治療ダメですというふうに言ってるんですか。言ってます。はい、で実はこれ決まりがないです。一言で言うと、うん、というのもその子供に成長ホルモンを投与して身長伸ばすっていうような、まあ、そういった文化というか社会的な背景がまだ馴染みがないじゃないですか、うん、なので、まあ、いわゆるそのプロスポーツ機構側もそういったことはあんまり想定してないんですよね、うん、なので、まあ、今の決まりがないというのが、まあ、本来の結論です。ただし、まあ、将来的にどうなるかというか、まあ、今例えば、私らでプルプルプルとドーピング機構に電話したら多分彼はダメというと思うんです、まあ、というのも、まあ、ダメと言っても無難だからとか、まあ、そういった表現かもしれないですけど、例えばなんですけど、じゃあ子供の時に受けたものが大人になった時に、まあ、いわゆる検出されるのかどうか、うんうん、いわゆるその血液検査が分かるかと言われれば分からないと思います、はい、なので、まあ、変な話、まあまあ、ちょっと YouTube で言うのもおかしいですけど、まあ、うん、まあ、バレないよっていうことはまあ言えると思うんですね、うん、ただし、まあ、バレた時に変な話だけど、社会的にはそれがすごく批判される対象になるとか、うん、そういうことはあるかも。例えば、まあ、分かりやすいので金メダル取った時にね、うん、インタビューです、はい、翔吾さん金メダルおめでとうございますって、はい、どうして金メダル取ると思いますか、はい、いや昔成長ホルモン打ったおかげで身長高くなりましたなんて言ったりすると、はい、いやそれはドーピングでしょうとか、それがおそらく議論されるんじゃないかな。ただそれけど子供の時の話だし、それいいじゃないという話をされるかもしれないし、いや子供だけども身長高くなった上で 100m 速く走れたのであれば、それやっぱりドーピングでしょうって話になったりとか、そこら辺はおそらく今後議論が進んでいくっていう表現になるかなというふうに思います。ただし現時点の私の立場としては基本的にはダメですよというふうにお話した方が、まあ、後で先生のせいでですね、成長ホルモンとかドーピングでなんとかって言われて私ちょっと困っちゃいますので、私としてはまずはドーピング解除しますよというところになります。ただ、まあ、例えば分かりやすい例で、例えば子供の時ってなってくると、多分じゃあ17歳と11ヶ月まで治療を受けたとしましょうね、はい、で18歳0ヶ月にオリンピックで金メダル取ったとしましょう、うん、そしたらそれどうですかね。多分ダメですよね。ということを考えると、だから今だから子供の時だから OK とか、うん、そういった考えって基本的には私ないと思ってるんですよ、うん、ただ競技にもよるかなと思ってて、うん、例えば最近だとさ、木村実フィリップさん、はい、彼と格闘技もあって、彼なんか一回検出されたけども、だけどなんか半年以上普通に試合出てましたからね、うん、だから競技によっては、まあ、ある意味それけど半年ぐらいの男前で終わっちゃうとか、なんかそういう風なところで決まったりだとか、うん、あと例えばこういう成長ホルモン治療って今後受ける人、私思い増えてくるんですよね、はい、増えてくと、例えば、まあ、仮にですね、まあ
クラスのうち3分の1がこういった治療を受けるような時代が来るとするじゃないですか、ね、うんうん、そうするとじゃあオリンピックの競技人口が3分の1減っちゃうんですよね、うん、そうすると競技成り立たなくなってくるじゃないですか。 なのでその時は逆に言うといいよとか、はい、例えば参考データになるとか、なんかいろんなことを言えるんじゃないかなというふうに思うんですけど、おそらく今後こういった治療が広まっていく中でそういったドーピングに対する考え方でも、まあ、統一されていくのかな、うんうん、ただまあ現状として私の立場ね、私の立場からするとそれはドーピング対応しますよというふうにお伝えせざるを得ないかなという現状になります、ね、なるほど。ちなみにこの成長ホルモン治療っていうのは世界的にはどうなんですか。例えば日本はまあ先生みたいな方が出てきてっていうのはあると思うんですけど、はい、まあ、アメリカではもともと結構昔からやってたとかその辺ってご存知ですか。ですね、アメリカの情報はあんまり入ってきてなくて、やっぱり韓国とか中国の情報が多いですね、はい、でやっぱ韓国と中国はおそらく盛んっていう言葉で、これおそらくっていう言葉なのがやっぱ美容整形もやっぱ変な話がやっぱ20年前って、まあ、うん、おそらくみんなやってんだろうなって感じだったけど、だけどあんまりやっぱそこまで公じゃなかったですけど、それこそここ数年になって急になんかこう、みんな実は私も整形しますみたいな感じになってるので、だから、まあ、身長に関してやっぱそこまでオープンになってないので、やっぱ情報はなかなかクローズっていうところはあるんですけど、ただ実際私の例えば韓国で受けてた人がうちで来ていただいたりだとか、中国 の患者さんなんかはですね、骨年齢って単語知ってたし、骨年齢知りたい、骨年齢知りたいとか、やっぱそういう身長に対する理解というか、そういったのがまあ我々進んでるというか広まってるというか、そういった印象を受けますね。あ、なるほど。はい、ということで、まあ、今回ですね、まあ、成長ホルモン治療についてしょうごさんとお話しさせていただきました。今後も、ね、全身全霊で身長に関することを発信していきたいと思います。身長と申し上げたらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。